アントーン・レッシュはドイツの軍人。最終階級は空軍中尉。第二次世界大戦では、衝撃追数91機を記録したエースパイロットであり、その先行から騎士鉄十字章を受章した。レッシュは第二次世界大戦時、ドイツ空軍第52戦闘航空団第三飛行中隊に所属していた。百四十三年十月二十一日、 独組戦において、彼はソ連の攻撃機イルマイナス2を撃墜し初の戦果を挙げた。1944年1月27日に重傷を負うものの、同年6月には部隊へ復帰し、8月26日にソ連軍機7機を撃墜、その数日後の8月31日には、さらに7機撃墜を記録している。しかし9月10日に再び、 ソ連兵の攻撃に相負傷してしまった。戦争終結後はソ連によって逮捕、抑留された。列ュの最終的な撃墜数は対戦を通して91機である。内訳は64機が東部戦線で、残りの27機は西部戦線で記録されたものである。パッチーウォールシェルツァー2001、P374、シェルツァー2007、P P624 フェルギーブル2000 P355 ありがとうございます。